西大寺ブルースは、広井哲夫による日本の漫画作品。1984年、ミスターバイク11月号に掲載されたバイク漫画である。その後、続編が1985年、ミスターバイク11月号で、続、西大寺ブルースとして掲載された。さらに23年後の2008年に、ミスターバイクで3話が掲載された。1月号に、西大寺ブルースパート3、2月号に、西大寺ブルースパート4、そして11月号に、西大寺ブルースパート 5.5 である。広井本人とゼファー750 2005年5月5日撮影主人公は、作者である、広井哲夫自身である。舞台は、広井の故郷である、現在の岡山県岡山市東区だ。西大寺ブルースの西大寺とは、旧西大寺市のことである。1969年2月18日、西大寺市が岡山市へ編入合併された。詳しくは、西大寺を参照。実は、西大寺ブルースパート 5.5 を執筆中に、胆石で入院、手術する。無事に退院したものの、間もなく、上顎破肉悪性腫瘍という癌に侵されていた。延命治療のみとなる闘病生活の最中、病室にパソコンなどの仕事道具を持ち込み、手術直前まで執筆、執念で、西大寺ブルースパート 5.5 を仕上げる。これが、広井の漫画家人生最後の作品となった。詳しくは、広井哲夫を参照。1988年、ミスターバイク5月臨時増刊、ライダーズラプソディに、西大寺ブルースと、続、西大寺ブルースが収録された。ありがとうございます。